こんばんは。そしておはようございます。毎週土曜日は0時からちょっと懐かしいガンやアイテムをご紹介させていただいております。今回は LS のプラモデル、この美しいねプラモデル、はい、これとサイズとかね、ちょっと形状のね比較、どっちがいいとか悪いとかっていうことではありません。こんな感じなんですよっていうことのためにね、サンプルとして MGC のね、はい、チーフスペシャル金属モデル、こちらにね登場してもらいました。そしてずいぶん前に、これだけやりましょうなんて言ってたあの例の LS のプラモのね取説、ちょっと残念ながら今ねこのチーフのやつは見当たらないんですけれども、あの名獣南部のね、取説が出てきましたので、こちらをね、舐めるようにねご紹介したいなと思います。はい、それではね今日の主役、どっちも主役でいいですね、懐かしいモデルですからね。前にもお話した通り、この MGC の方はねこの箱のやつですね、もう最晩年という最晩年でもないな、SMG モデルかな、これはその前ぐらいかな、なんでね、なんか書いてありますね、79とか、SMG モデルですね、これね。だから、二次規制以降のモデルですね。ですから、私にとっては、3丁目ぐらいの MGC チーフだと思います。最初に買ったのは中学生の時で、毎晩、空打ちしていたおかげで、ちょっとこれ起こしたくないな。はい。ここのね、ノーズなんかもぺったんこになりましたね。そんな感じに遊び尽くした銃でございます。でこちらのね今日の主役、これ見てください、この色合い、この LS チーフに関しては以前ねご紹介したことあると思うんですけれども、これはね私の年長のご友人の方がね自分で組み立てられてね、しかもね塗装されたということで、見てください、この木繰りのような肌合い、これもあの純正部品ですよ、多分あの LS のまずね、私あの LS の方でね、ほとんどリボルバーって買わなかったんですよね。もう大失敗したと思います。で、プラモデルなんですけどね、一応銃口はね、形だけ塞ぎました。プラモデルですんでね。まあ今それがね、現行法でどういうふうに扱われるのかわかりませんけど、この当時はプラモデルでね、問題なく通ってました。ねえ、カート。ねえ。さすがにね、エジェクターは機能しないですけれどもね、しないんですよね。うっ、危ない。カート、ちょっと抜いてみましょうか。きっちり入ってますね、きっちりと。なんだこのきっちり感。LS のプラモって、結構カートって共用でしたよね、リボルバーだったらリボルバーでね。ですからこれもチーフとしてはどうなんだろうと思いますけど、まあ収まってますね。はい。こんな感じですね。ね、それに対してね、まあ、MGC のものをね相方に選んだのもね、まあ、ほぼ同世代ですよね。はい、この無機質なカートのお尻ね、LS の方がなんかむしろねいい感じじゃないですか。こんな感じですよね、比べるとね。 LS の方ちょっと全部抜くのは厳しいんで、こんな状態で比べさせてください。スイングアウトするとこんな感じになりますね。このシリンダーに入ってるこのスリットはね、はい、これ自体がね、SMG、まあ、二次規制の後ですね。要するに、シリンダー自体がね、ここでカットしようとしたら、これバラバラになりますと、このパーツがということですよね。はい、そういう改造防止用のね、スリットですね。こんなところまで一生懸命やったのにねって感じですよね。こっち側も、こっち側が重要ですかね。目の肥えたお客さんには、みたいな感じです。あれ、どう見ていただければいいのか。こう見ていただければいいのか。これでいいです。こんな感じですね。しっかりしてると思いますが、MGC の方ね、ここら、大雑把ですね。このシリンダー受けるところはね。いかにも機能的っていうことではあるんですけれどもね。はい。こう並べてみるとシリンダーのサイズなんかもいい感じですよね。
もともと LS さん自体はどっかのモデルガンをこれベースに設計したのかな、それともオリジナルなのかな。トリガーガードの形がねちょっと独特って感じですよね。で、まあ、こんな感じでフレームをこうで、ここに関してはもう LS さんの圧勝ですね。この形状でやってくれたかみたいな感じで、ね、すごいですね。 LS さんのこのチーフが出た頃ってモデルガンではどれだったんだろう。さっき今隣にあの実は CMC のも出したんですけれどもね、樹脂の方のやつちょっとそれじゃあねってところもあって、まあもっと言っちゃうと最初はあの田中さんの最新版とかね、そういうのと比べようかなと思ったんですけど、それもアンフェアでしょうと思って、はい、ちょうどいいところでね、同じ階級というか同じ世代ぐらいのね MGC に出てもらいましたね。ハンマーなんかの形こんな感じですね。こうした方がいいですか。こうやって改めて見ると LS の再現度の高さ、モデルにはよると思うんですけれども、やっぱりすごいですよね今見てもね。はい、じゃあちょっと MGC の方のカートはねこうやってね、ここにあの平玉を入れたり、これはねキャップを使えるようなあれかな、世代かな。まあシンプルでいいカートでしたし、安かったしあんまり文句は言えないですけどね。はい、まあ今でもねこのやっぱりずっしりくる重量感と、もう本当にね頭おかしくなるぐらい引き金ずっと引いてましたからね、あの指に馴染むというかね、時々はやっぱり引っ張り出したくなるやつです。はい、じゃあちょっと一か八かでハンマーも起こしてみましょうか。一か八かなんつったらいけないな、ちょっと待って、これきっちり入れとかないとなんか怖いよな。くるくるくるっと回しながら、どっち回しがいいんだろう、やっぱりどう考えてもこっち回しだろうな。あ、入りました入りました。うわ、プニャプニャしているね。よし、このぐらいなんかこの状態なら起こせそう。すごい、ハンマーノーズがね欠品ですね。はい、ただハンマー置きますね。ハンマーノーズが欠品ってことは1回ぐらい空打ちしてもいいってことだろう。トリガープルを感じよう。軽い、さすが。はい、でトリガーのところもね、これいかにもあの加工された跡みたいな感じにこう見えますよね。いやー、自分でこうやってご紹介していて見入っちゃいますね。これ美しいな、これ。やっぱりね、器用なっていうかね、努力もあると思うんですよね。特に色彩の方に関してはね、何と何と何を混ぜるとこんな色ができると、になると、下塗りは何々何々って感じでやっていくと。でやっぱりその出来上がりがね、塗った瞬間ってほらやっぱり乾燥してないからわからないじゃないですか。やっぱ出来上がりが読めるっていうのはね素晴らしいですよね。だからプラモデルなんか、あのモデラーっていうんですか、プラモデルね趣味とされてる方たちの塗装のところなんてね、あの新橋のタミヤのところなんかもね行ったことありますけれどもね、見学っていうかあのブラッとね入ったことありますけれども、まあすごいですよね。もう全然もう我々にはもうなんか計り知れない世界があると。でいつの間にかモデルガンもね樹脂製が主流になりましたからね、そうなるとそのプラモデルなんかでね、技術を磨いた方なんかのね、はい、そのテクニックっていうのは存分に活かせたりするのかなともね思っちゃったりもしています。トリガーガードの形はねこれやっぱこれ MGC のに、あでもチーフはチーフですもんね。トリガーガードの形も結構似てますけどちょっと違いますよね。これほら重ねちゃおうか。あ、重ねはやんなくちゃ、昔やってたのにね。結構重ねるとね寸法はほぼドンピシャですね。同じような大きさです。何なんだろう、元モデルがすごく気になるな。まあでも、まあ、それはそれとして、ほぼねこうパッと見て遠くから見た時に別になんかこっちがプラモデルにはやっぱ見えないですね。画面にはどう映ってますでしょうかね。はい、スイングアウトもできてハンマーも起きてちゃんと動く
ね、素晴らしい LS のモデルガン。また時々ね、何年かしたらね、まあ何年かしてこのチャンネルが続いてたんですけれどもね、ご紹介したいなと思います。さて第2部、 LS のプラモデルの取扱説明書の方に行きたいと思います。南部ですね。南部は何丁買ったか。はい、まあ、この間コメントでやり取りさせていただきましたけれどもね、あの9分の10にやっぱり興味グッと持ったのはね、やっぱ LS のプラモデルだったな。ハドソンのモデルガンの時、私全然友達が持ってるのもね、羨ましいとも思わなかったんですよね。申し訳ないんですけど、こんな感じです。こうじっくり今日舐めるようにいきましょう。読んでください。止めてね。はい、それからね、この部品、ここでワクワクですね。ちゃんと全部ついてるよなみたいなね感じでね、それでここでね、またワクワクですね。道具は全部ね、うちも町工場のせがれでしたから全部揃ってましたからね。ただどちらかというと金属相手の工具が多かったんでね。はいはい、そしてちゃんとね、まずこの部品図っていうのがちゃんと分かるように、まず全体感がつかめるようになってますね。これですから、普通のモデルガンのやつとかだったらこれ一体ものじゃないですか。パーツリストになってるんですけど、ちゃんとほらね、モナカになってるとこはモナカの形になってて、ここでね、やっぱり空間把握力っていうかね、そういうのを子供たちは磨かれましたよね。はい、そしてね、可愛いですね。接着剤のところにプラッって書いてあります。プラね、プラスチック用の接着剤でやりましょう。感じですね。細かく指導が入ってますね。だから組めたんですね、我々みたいなが緊張でも。やっぱプラモデルって本当にその説明書の良し悪しってあったから、今のモデルガンの取説より難しかった部分もあるんじゃないのかな、ものによっては。ここなんかすごくよくできてる。動かしてみましょうね。え、なんか学研の学習と科学に近いものがもうありますね、このレベルになりますとね。はい、以前もお話ししたと思うんですけれどもね、うちの近所でね、 LS の製品いっぱい置いてる模型屋がね、私が中学校の時、高校の時よりできたのかな、そこのね、店長さんが作った南部が飾ってあるんですよ、ウィンドウのところに。すんごいいい色、エイジングっていうんですか、今で言うとね、すんごい本物じゃねえかと思うような感じで飾ってありましたね。素晴らしかったです。はい、こんな感じでね、塗装方法まで書いてあって、スプレー塗料ね、特に何という色をね、はい、あの指定してあるわけではないんですね。あの店長さんだから、もちろん毎日だって店の奥でプラモデル作ってましたから、まあこのね、こんな感じの色合いのものもあったし、で南部の場合はもうね、グレーっぽいね、本当にこうエッジの剥げたね、すごい塗装でしたね。まあ今でもあるのかもしれないな、すごい繁盛してましたからね。今あの私こうやって皆さんにお話ししてて、店名、店の名前思い出したりもしました。まあ、そういった意味でもね、この懐かしのコーナーはね、結構私にとってもね、ありがたいチャンスでございます。ということで、今週のちょっと懐かしいガンは LS のプラモデルのチーフスペシャルですね。それと MGC の金属モデルガンのチーフ、そして LS のねプラモデルの組み立て説明書、今回は南部14年式ご紹介させていただきました。ではまた。